12レース4号艇の湯川浩司選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は今年10月周年記念に続いての登場ということになりました。今回は2連対率 32% のエンジンなんですが、乗った感じどうでしたか？あまり警戒ではなかったですね、はい、今回から温水パイプも取り付けられたんですが、特訓ではプロペラはもう叩いていかれてたんですか？ちょっと時間はなかったんでちょっとだけ叩きましたけど、はいはいはい、その感触でいくとまだ全顕微はもう一つかなと。そうですね、はいはい、雨も降って気圧も低いというのも影響してきてますかね。そうですね、はい、小島は8月10月と走っておられますけれども、今プロペラ調整されていましたが、まずはどこから今回は狙っていきますか？はい、そうですね、プロペラと外回り中心に、はい、やっていきたいと思います。伸びか回り足かバランスか、まだちょっとエンジンの具合が分かってないんで、はい、それに合ったような感じでいきたいと思いますけど、はい、この木の素性に合うようにプロペラを合わせていってと。はい、はい、分かりました。それでは一節間にかける意気込みをお願いします。はい、集中して頑張りますので応援のお願いします。